磯崎美代です。前回ね、自分の写真集を紹介したので、今日はね、人の写真集というか、また見本いただいた写真集があるので、それ非常に面白いのでまた紹介しようというわけなんですけども、一応前回のおさらいするとね、この祝福の街という写真集私出したばっかりで、直出版なんで人ですね、いわゆる人なんですけども、ネット通販でお買い求めになれるということと、あと彦坂直義先生との2人展というのを、9月の22日から28日まで、水道橋駅から徒歩5分の路地と人というスペースでやるので、その宣伝ということなんですね。で、これはコシナ、シグマ FP にコシナウルトラワイドヘリア 12mmF5.6 という、超広角レンズだけで撮った作品集なんですけども、実はこれも毎度宣伝しておりますけども、日本の嬉しい場所というね、これも同じレンズですね、コシナのウルトラワイドヘリア 12mmF5.6 にシグマ FP と、それの組み合わせなんですけども、だから姉妹作品、バリエーション展開なんですね。でこちらは、人物の顔を AI で変換しているというね、その意味では新しい試みで、こちらは伝統的なストレートスナップ、デジタル写真ですけどね、そういう形で違うものを、私としては出してきたと、世間に問うとね、そういう形なんですけども、今日また新しく送ってきていただいたのは、ミトコンドリアイブの娘たちというね、それとあとミトコンドリアイブの息子たちというね、こういう2冊なんですね。これも姉妹編というかね、息子と娘ですから、兄弟の間柄ですね。でこういうバリエーション展開の写真集なんですけども、これは実は、この前にね、私の動画で紹介した、切妻屋根の痕跡のための累計額というね、三宅明義さんなんですね。漢字で見ると読むと三宅翔介さんなんで、私は三宅翔介さんと、紹介しちゃいましたけども、正しくは三宅明義さんの、切妻屋根の痕跡のための累計額というのは、これはいわゆるトマソン、超芸術トマソンの原爆タイプと、赤瀬川源平さんのね、だから家の痕跡ですよね、そういうものをその累計額として、つまり、タイポロジーですね、累計額的な写真というのは、この写真を紹介した動画でも言いましたけども、ベッヒア夫妻、ドイツのベッヒア夫妻というのが、有名ですけども、新植物主義ですね、ノイエ・リッヒザッハ・カイト、そういう、ドイツ語のそういう、写真表現があるんですけども、その三宅明義さんの新作のシリーズなんですね。でこのミトコンドリアイブの娘たち、これ先に送っていただいたんですけども、見るとね、同じような女性の顔が並んでるわけですね。同じようでいてちょっとずつ違うんですよ。だからこれも言ってみればこの類型学のね、題材は全然違うけども、でもその類型学というところでは共通性があって、その意味で言うとバリエーション展開なんですね。でこっちの方はミトコンドリアイブの息子たち でこれもその坊主頭の少年たちが、でちょっとずつ顔が違うんですね、それがミソなんですよ。でこれはどういう写真集なのかというと、これはだから AI を使ってるんですね。でこれはこちらのミトコンドリアイブの娘たちは、ご自分の顔の20代の若い頃の、証明写真かなんかだと思うんですけども、それを AI に読み込ませて、変換してバリエーション展開を、させてるんですね。AI っていうのは、これもそのどういうプロンプト、つまり命令文で変換してるのか分かんないし、あと AI のソフトもいろいろありますのでね、それ人それぞれに AI の使い方があるんでしょうけども、いずれにしろAI ってバリエーション展開作ってくるのがうまいので、それはもう一人AI で作品を、作っておられる沢村哲さんね、カメラライター、本来はカメラライターなんですけども、AI のすごい作品を
作っている沢村さんもそのバリエーション展開というのは、おっしゃってますけども、でこちらはだからご自分の、まあ、三宅さん男性ですけども、これを女性に変換して、でバリエーションを作っている、でミトコンドリアイブの、娘たちで、こっちは、自分の少年時代の写真をもとにバリエーション展開したミトコンドリアイブの、息子たちと、いうことなんですね。で、まあ、ミトコンドリアイブっていうのはだからその、まあ、あの人類学遺伝学の世界でその、ミトコンドリアイブというそのアフリカの一人の女性から今の現世人類が生まれたというね、その要するにこの細胞の中のミトコンドリアを遺伝的に追跡していくと、まあ、そういうふうになるというね、まあ、その説に基づいて、まあ、その AI のバリエーション展開ってもだからその自分の子孫なわけですね。無限に自分の子孫が AI で増やせるというね、まあ、そういうその、面白い試みであって、その意味で言うと非常にそのコンセプチュアルだし、まあ、コンセプチュアルっていうのはつまりその概念から作品をどうやって作ろうかっていう時にその概念的な組み立て、概念から組み立てて、それで具体的に作品にするというね。でだからこれだからその AI アートだから写真じゃないでしょうっていうね言い方ありますけども、まあこうやって見るとまあどう見ても写真なわけですね。だからその辺そのね、私のこの日本の嬉しい場所も含めて、これを写真として評価するのかどうかっていうのはこれからの課題だし、僕は写真というもの自体はもともとがね、その絵画があって写真が出てきて、でこの写真っていうのはその芸術と言えるのかどうかってね、人間の表現と言えるのだろうかっていう写真の登場した時点でもう議論が あるものなので、写真っていうのはだからその、まあ、歴史の後から登場してきたお邪魔虫みたいなもんでね、だからAI アートもその延長上にあってお邪魔虫であって、でもっとこう写真とは何か、アートとは何か、芸術とは何かっていうことに対してその柔軟な思考を強いるというかね、まあ、柔軟な思考の産物なんですよ AI というのもね。で、この三宅明義さん名前が難しいですね、三宅明義さんの、このミトコンドリアイブの娘たち息子たちももともとは写真表現から生まれてんですね。だから三宅明義さんも、まずは写真家なんですよ。でこれも、赤赤社からちゃんと出た、商業出版された、写真集で、まあちゃんとしてるわけですね。写真としても非常にちゃんとしているし面白いし、写真としてのコンセプトがピシッと通ってるわけですね。でこういうのを踏まえて、だからね、三宅明義さんにこの本を送っていただいたときに、その自分は AI アートもやってますよっていう話を伺ってね、でこれと AI アートどう関係あるんだろうと思っていたんですけども、なるほどこういう展開をされたのかっていうところで私は、随分納得するというかね、やっぱ人によって、やり方はいろいろあるなというふうにして思ったんですね。でついでに言うと、その、私が今一緒に仕事をしている彦坂直先生も、まあ、同じ、形式の陣で、逆転する文明の教師ね、これもぜひ通販でお買い求めになれるし、今度の2人展でも展示しますけども、これもだからその似たような女性が、AI 画像ですね、これも AI で生成しているんですよ。まあ、画像をもとにちゃんと作品にしてるわけですね。 でもまあこれとは全然似て非なるものなんですね。だから人それぞれ全然そのアプローチが違うわけですよ。これだから4つごとに全然その、まあ、作風が違うわけですね。だからまあ、あんまりね細かく説明すると語るに落ちるでね、なかなか作品の説明って難しいんですね。作品について説明すると、ああそうなんですかってね、説明だけで理解されちゃうところがあるんですけども、やっぱりそのコンセプトっていうのはその説明的な要素を含みますけども、でも
その説明から外れた、説明できないような何とも言えない要素をね、拾い上げていく、説明できない微妙な感覚を拾い上げていくというのが、あの写真家の仕事、アーティストの仕事なので、だからまあ、あんまり説明説明すると、そういう話が難しくなってくるんですけども、そうやってね、AI の表現ね、写真家の中から AI を、表現する人っていうのは、その、私も含めて、あと、その前に紹介した沢村哲さんですね。沢村哲さん、今なんかものすごい立派な作品集を編集中で日々格闘してらっしゃるんですけども、でこれはどこで買えるんですかってね、三宅さんに聞いたら、これは本当に少部数しか刷ってなくて、一般には販売されていない希少品 でそれをわざわざこちらに送っていただいたんで、それ大変ありがたいし、ぜひここで紹介しなければと思って、今回動画を撮影したんですけども、だそういう感じで、その一方で僕はね、ストレート写真の可能性も追求していこうと思うし、その今時のストレート写真ですね、デジタルカメラの可能性ですよ、そしてデジタル加工の可能性ですよ、これはそんなに色は凝ってないけども、でも実はシグマの、クラシックブルーというね、プリセットの、シグマならではの色合いを、うまく活かしてね、それも活かしてやってるということなんで、フィルム時代の写真とは明らかに違うけども、これは AI を入れてない、ストレート写真ですね、だからいろんな可能性があるとね。だからでもう一つは、そのバリエーション展開っていう考え方で、同じ 12mm レンズを使ったバリエーション展開ですね、そして同じ、類型額というね、そういう発想から、またバリエーション展開しているっていうのはすごく面白いというふうにして、思った次第ですね。だからその、写真の作り方、表現の仕方っていうのは、そのいろんなパターンがあってね、だから別にそのバリエーション展開っていうのは一つの方法ですから、一つの作品にずっとこだわって、そしてちょっとずつ、変化するとかね、変化しないとか、ね、変化させなくたっていいと思うんですけどね、だからそういうことで、いろいろあるうちの一つというところで、今回は、三宅すいませんね、秋吉さんのミトコンドリアイブの娘たち、そしてミトコンドリアイブの息子たちというね、新しい試みを、紹介しました。今回の話がね、皆さんの刺激になればというふうにね、私は思うんですね、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。あとグループ展、2人展ね、9月22日からやるというのと、あとは、写真集もね、新しいの出ましたので、ぜひお買い求めいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。